皆さん、こんばんは。フードデリバリーの配達員のちゃんです。晩ご飯の時間がやってまいりました。今日はウェルシアで買った鍋焼きうどんです。ハムとキャベツと卵を入れました。やったー。ペラペラのしょっぱいハムね。ちょっと美味しそうな絵があるんでね、見てみましょう。これです、これ。すき焼き風うどん。これ200円しなかったんですよ。こんな絵が描いてあるからね。この銀色の、このお鍋の中に、なんかこんなレトルトの牛丼の素みたいなの入っとってね。さすがに生卵は入ってへんやろうから、卵だけ落としたら、この絵みたいなのが食べれんかな思って。なんかワゴンの上に積んであったから、なんかセール品でほんまはなんか、ちょっともうちょっと高いやつが200円ぐらいで出てんかな思ったけど、もう全然そのまま200円ぐらいのもんやったね。いただきます。酒と醤油とみりんとか自分で入れた方が良かったかな。なるほど。ちょっと醤油がきついね。ちょっとテイスティングして自分好みの味に変えてもよかったかね。うどんの麺は、この銀色のお皿に入ってたやつじゃなくて、この中に入ってたやつじゃなくて、自分とこの冷蔵庫にあった、どっかのスーパーで買うた、半額で、一袋、なんか30円ぐらいの安い麺に入れ替えてます。この中に入ってたやつはなんか日持ちしそうなんで、非常食に置いときました。先入れ先出しっちゅうやつでね。先に冷蔵庫に入ってたやつから使ってます。キャベツね。安い野菜。ハム。だってなんか、こんな写真見たらちょっとお肉食べたくなるやん。でもこれ醤油がよく効いてると思ったのは、ハムの塩分が出てしょっぱくなったんかもしれんね。で、この卵ね、とろとろの卵と、うどんと、ハムとキャベツを一緒にかじってみましょう。なんか今日5時半から、もう6時半かな。6時半ね。5時半から謎にクエスト出てたけどね。今日昼全然ならんくて、もう2軒しかならんくて、しかも取りに行ってへんくて、僕。だから朝一で、600円のやつ取ってから、もう全然稼働してなくて、今日の売り上げまだ、ウーバー1件600円。で、こんな閑散とした日に、クエストなんか出されてもさ、ライバル増えるだけで、多分、配達依頼取れないと思うんですよね。だからこのあとちょっと自宅でウーバーオンして、ウーバーのアプリをオンして、配達依頼待ってますっていう状態にして、でちょっと単価の高いやつをで走り出せるんやったら出発しようかなと思うし。こういう時こそね、視聴者さんのコメントに頼って、今日は天王寺方面行ってみようかな。
私は大阪の堺市の南区っていうところに住んでます。で、Uber Eats の配達員のアプリって、その地図を見せてくれて、その各エリアの、売り上げの統計みたいな予測を出してくれるんですけど、私の住んでる家の近くって、電車の駅こう3つぐらいあるんですけど、仙北高速鉄道の泉中央、光明池、戸上北、まあ泉ヶ丘まで全然行けるかもしれんけど、うん、まあ、そこって多分そのそういう統計の出る、売上の統計の予測の出る、その範囲の南下なんですよ。だからちょっとブラックボックスでね、この辺の売上の状況がどれぐらいあるかっていうのは分からないですね。まあでも大体隣接するところが閑散としてたら、うちもね閑散としてるんでしょうけどね、うん、中本とか高石とかね、あっちの方のね、うん、うん、しょっぱい薄いペラペラのハム美味しいね、うん、美味しい。火が通って硬くなって、お肉の感覚があって美味しいです。うん、キャベツもこの外側の葉っぱがあるとこじゃなくて、もう真ん中のシュワシュワっとしたとこなんですけど、ちゃんと火通ってて美味しいです。アクルですね。うん。で、今日は税理士の先生とようやく連絡ついて、で、来週の、15日かな、本町の、大阪のね、市内の本町の、事務所に契約に行くことにしました。だ、契約額はね、年間13万ちょっとぐらいらしい。うん。まあ、しゃあないね。うん。2回払いやって、ますます売り上げ作らなあかんなったね、うん、で、レシート僕ノートに貼っとったんですけど、ノートに貼らん方がいいって言われたから、ノートに貼ったやつをなんかうまいことペリペリペリって剥がして、日付順に並べて一応仕分けはして持っていこうかなと思うんですけど、うん、なんかその会計ソフトみたいなのも使わなかみたいで、それがなんか年間1万何千円かでそう、だからもうレシートをパシャ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 取らなあかんねんな、うん、で、クレジットカードと、あとネット銀行の取引、入出金履歴とかもね、出すやろうけど、まあどこまでできるかわからへんけどね。まああと1週間あるからね。うん。1週間な、15日って何曜日？15日火曜日ですね。連休明けですね。くしゃくしゃっとしたキャベツの真ん中の方のところのくしゃくしゃっとしたところの中に このすき焼きの風味の出汁が絡んでてめっちゃ美味しいです。
僕、キャベツとか野菜の甘みが好きなんでね。うん。あ、今結構僕、幸せって感じになってますね。うん。この絵に騙されて買っちゃいましたけど、うん。でもまあ、結果満足です。はい。よかった。うん。これ見て、これ。いつきって書いてあるけど、この女の子が赤ちゃん背負ってて、このね、かわいいね。うん。ね、うちもちっちゃい赤ちゃんおるからな。うん。鍋焼きすき焼き風うどん。あ、でも書いてあるわ、ここ。よう見たら。調理例。これはこの商品じゃなくて調理の例で、ネギ以外の具材は入っておりませんって書いてあるわ。書いてあるやんな。うん。ネギ入りって書いてあるな。うん。ネギだけ入りって書いたらいいのにな。うーん。いつもやったらもう意気揚々と配達に出てる時間なんですけどね。うん。どうも調子が上がらないですね。なんか、いっそのこと、こんだけ注文ないんやったら、僕が Uber で注文して誰かに配達、プレゼントするかみたいな気持ちにさえなってくるよね。うん。でもそれはあさってに置いとこうと思って、あさって娘ちゃんたちが泊まりに来てくれるんで、その時に Uber で晩ご飯取ったろうかな思って、うん。娘ちゃんたち、パパの仕事のことをね、だいぶ分かってきてるんでね。うん。パパ、ウーバーさんっていう人とお仕事してるの？って聞いてくれました。かわいい。